まあ、これまでは世界チャンピオンを読んでやってた、まあ、その世界チャンピオン同士の凄さを見てもらおうっていうスパーリングもあったんです。で今回はちょっと変えて、一般の方、ボクシングを遅く始めた方が出てる人たちが見ても、あ、同じような感じやっていう共感を得られる方が僕と試合したらどうなんだろうと、どこまでできるんだろうみたいなんで、まあ、加納さんが仲良くさせていただいてるっていうのもありますし、結構ガチでボクシングをやってるという情報を聞いたので、ちょっと楽しんでもらえたらいいなと思ってお話させていただきました。で、加納さんはどうやったんですか？加納さんはぜひもうやらしてもらえるならやりたいと。加納さんひょっとして勝てると思ってるんじゃないですか、菅さんに。まあそうですね、やりたいって即答してきた時に二度にしましたもん僕ですよと、僕ですよ、僕ですよ、やりたいですみたいな感じだったんで、もうちょっとやってようかなと思いましたね勝てるとは思ってないですけど、真剣にこの人に立ち向かっていったら自分ってどうなんだろうなとは思ったんですよ。正直自分もやっぱアスリートとしてやってきてね、力もそれなりにあると思うし、やっぱパンチの打ち方だったりタイミングっていうのはもうそれは世界トップなわけですね。そのパンチを食らったら倒れるとか怪我するっていう怖さはありますけど、まあ、40歳超えてなんか何かに向かって真剣に挑戦するっていうのってなかなか自分からできるってことなかったんで、やるんやったらやっぱり一生懸命やってほしいっていうのはありますし、勝つ気で来てもらわないと、やっぱり僕は命をかけたスポーツなので、ボクシングに対して失礼にならないように、加納さんに対しても失礼にならないようにやるので、やっぱり加納さんめちゃくちゃ頑張ってるっていう話も聞いてるんですよ。それなんでかって言うと、やっぱ怖いんですよ。で、僕らボクサー怖いから練習するんです、はい、だから多分今までにないぐらい今ボクシングの練習されてると思うんです。だって怖いからやれるかもしれない。だからその気持ちを持ってリングに上がる。じゃあリングに上がった当日めちゃくちゃ怖いと思いますよ。それはいっぱい見てる人の前で。でもその怖い中で僕と戦って終了のゴングを切って乗り切った時に、その戦う前の自分より分かりやすく強くなってる、精神的に。まあ、そういうのを経験してほしいんですよ、はい、でそれを見てる人たちもわすごく感動してほしいし、やりたいな、見ててボクシングやったことない人たちもそれを見てやりたいなって人が増えてくれたら、これはもうボクシングやってて一番嬉しいことなので、まあ、そういう、シチュエーションを作れたらいいなと思ってます。で週何回ぐらいですかね今加納さん。4回から5回。あ、僕週6なんでね、引退してて世界チャンピオンで3階級して週6練習してますからね。で朝毎朝走ってますから、まあちょっとねやっぱり加納さんにとっては本当に厳しい戦いにはなると思います。でも僕に一発当てたらその瞬間も終わります。どうやってるんですか？僕が本気でやるんでもう立てないですI'm sorry.
ちょっとここの会場を見て緊張になりましたけど、昨日までちょっとワクワク やっと来たな、ただやっぱりこうやって人の見てると会場の雰囲気に完全に飲まれてます。世界線思い出しますね。それでは本日最後の試合、青コーナー元阪神タイガース加納圭介選手の入場です。赤コーナー、長谷川穂積選手の入場です。思いだけ降ってきますね、ストレートというよりも、あれだけです、ね、パンチあるよ、ありますよ、大きいですよ、大丈夫です、できること全部。
今日目標にいろいろやってきて、でまあ長谷川さんとこうやって、まあね、長谷川さん本気じゃないですけど、一発でもこう僕のパンチが当たったっていうのは嬉しかったし、なんせ楽しかったし、はい、怖いのもいっぱいありましたし、まあ嫌な練習というかスパーリングも嫌でしたけど、でもすごいやってて楽しかった。だからどん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 こう自分がボクシング好きになってるのが分かりましたし、前向きにできて、で本当に今日良かったです、はい、もらったパンチっていうのは効きました。すごいパンチも大きく見えたし、やっぱ威力も10割じゃないって言っても、ちょっと今鼻痛いですよこのガードあっても鼻痛いぐらい、やっぱりちょっとね、力じゃないですけど、ガンって入ったやつは痛かったですね。さすが世界チャンピオンのパンチだなっていうと、まあでもちょっと光栄でしたね。もらってこんなことを多分経験する人なかなかいないと思う。初めてのスパーリングが世界チャンピオンですから、なかなかないことです。はい、リーチを過ぎて、はい、挑戦してみたっていうのは、はい、いやでも本当に、自分がやって思いましたけど、本当に挑戦するべきです。別にボクシングじゃなくてもいいです。何か挑戦してなんか一つのことに向かってやるってすごいやっぱ楽しい。野球の時もそうでしたけど、今までねなかなかそういう目標がなんとなくしかなかったんですけど、明確にこの日にこうするっていうのを決めてやった時はその間はすごい楽しかったので、ぜひ皆さんもやってほしいと思います。無事スパーリング終わりました。僕はあんまスパーリングでそこまで緊張しないですけど、久々に今日緊張したんですよ。なんか足、チン足がつかんぐらいで、なんでかなと思ったら、入場の時の加納さんの声援がすごくて、僕クラブ2つおったんですけど、長津にめっちゃ怖くなってきて俺なんで俺の方が少ないの、いや、じゃあ俺の方が絶対少ないやん、すごい声援やな、アウェーやなみたいな話してるうちに、なんかドキドキしてきて、え、これやばいやばい、一発もらったらうわーみたいな、タイでやるぐらいの歓声もらうんちゃうみたいな、めっちゃ緊張しましたね。どうぞ実際やってみて。いや、やっぱりね、初めてやるから、正直舐めてるし、当たり前ですけど、まあちょっと、加納さんが手がせえへんけど、まあちょっと盛り上がるように頑張ろうと思ってたんですけど、もうめちゃくちゃパンチ強くて、研究がすごくて、でまたそれをやるだけの、ボクシングは初めてやけど、野球で爆発を踏んでるから、離れがすごくて、やっぱちょっとね、真剣にやってしまいましたね。まあ、当初はボディで倒そうと思ったんですけど、まあ、ボディもなかなか期待できてるんですよ、倒れへんし、まあ、狙ってるパンチも打ってこないし、まあ、顔面殴ってダウンさせた時は、まあ、YouTube スタッフとしては、おとどけないなっていうのは思いました。はい、そうですね、僕も思いましたねでも、まあ、あれは言うけど、まあ、10割で打てないですからね、当たり前ですけど、もちろん手の中はちょっと握りを浅くして打ってるから、タイミングで打ってるだけなんで、まあよかった、それはまあしゃあないと思うんですけど、だから本人も別に全然今頭痛いとかもない、もう全然なんもない、その時一瞬聞くだけのパンチなんで、そういうのは一応プロやからできるんです。バーンとずっと効かすようなダウンではないからパンチが打ってないんで、でもそれぐらい打たざるを得なかったんだまあ、ボクシングの楽しさを知ってほしいって、加納さんが楽しなくて、加納さんを刺さってやったことからなってますけど、はい、まあこの試合に向けて一生懸命練習してこられて、その期間が楽しかったと本人も言ってくれてたし、なんか多分怖かったと思うんですよ、やっぱり人前で僕とやるって。でもそれをね、乗り越えて戦う前の加納さんより僕と戦った今の加納さんの方が強いですから、当たり前ですから、それを得てもらったのが嬉しいです。言うときます、素人の方とは基本やらないです。何らかのタイトルを取ってきてくださいか、もう違う分野のタイトル、はい、それだけ言うときます。僕はそんな安くないですチャンネル登録よろしくお願いします。